でもね、チャンスの時間、すごいなっていうのを僕も見てて思います、やっぱり。ああ、ありがとうございまルす。シファーさんのチャンスの時間、すごいっすね。本当に大爆笑ですね。クソワンクラッ も大良爆かっ笑ただ。ですけど。はい。めっちゃ面白かったし、そのルシファーさん、あれ、めちゃめちゃ僕ら見てる分には面白いんですけど、セクハラの。あれ、どうなんですか？その苦情とか言わないもんですか？いや、これちょっね、結と、なんか、すごすぎて、セクハラの鮮やか本当さなんじゃといないかっか。て、疑惑になってます。いや、あのね、僕もこれ結構ね、前に撮ったやつだな。あ、そうなんですね。固止まっまった。た。結構前なんですか？あ、大丈夫。あ、そうそう。結構前に撮ったやつで、だからその、ずっと怯えてたのよ。その、あれ？止まった？いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。聞こえてます。はい。聞こえてます。結構怯えてたの、本当に。なんかその、オンエアされたら苦情来るんじゃないかなと思って。そうですよああ、ね。さすありがそうに。ですよね。その、だから複雑な思いです。まあ、正直言うと、手応えはあった。めっちゃ面白いなと思っまあ、て。もちろん、エンタメとしてそう見そうるそう分にそは、う。視聴者として見る分には、めちゃくちゃ面白かったです。あれですよね、シズルのカズマさんが休みになったから、ルシファーさんが全部やることになったみたいなのもありましたよね。そう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 。急だ遽それもあっね。てか、ルシファーさんだけの回でしたもんね、ほとんど。もそう、本当は2人しかやんない予定が急遽4人になったっていうのは確かあるんだけど。そうそいう。わそゆれる、あで、れですよね。振り返ると、見てない人のために言うと、新人の女優さんとか、タレントさん、女性のタレントさんが、いわゆる、変な、うさんくさい映画監督とか演出家みたいな人に、演技指導と称してセクハラされてたり、そうそなんかそういう、ね、ちょっと前にも話題になりましたけど、うそう。俺と仲良くすれば、俺の作品出してあげるよ、みたいな、そういうのが横行してると、芸能界は。だそういう、実際そうなった時のために、ちゃんとビシッと、そういう変態演出家みたいなやつには、キレれるように練習していきましょうっていう企画で、その、変態演出家、変態映画監督役として、我らがルシファー吉岡が、そうです。満めっをちゃ向持しいてた。てってことですよね。満を持してたんだよな。出ました。で、結果言うと、苦情はもうほぼゼロですね。すごい。すごいな。やっぱり、よく言われることだけど、結局、面白いと OK っぽいね。いいことですけど ね。炎上とかしないってことですね。面白かっそうたらそう炎そ上はしう。ない。まあ、よく言うけど、ほら、滑ると炎上するって言うじそうですよね。ゃ確かにそれはわかる気がする。だから、凌駕しました。面白すで。ごいですね。一番かっこいいじゃないですか。でも本当になんか感心しましたもいや、ん。なんすか、ごいあ、なと思います。そういう、なんかセクハラの仕方あるんだっていう、その技のデパート感というか、誰が前のめり、セクハラ界の前のめり。セクハラ界の前の。あ、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 あ。